吉田さん、稼ぐ人は一人を大切にする、そして浮気をしないですね。これが何よりも強いんじゃないですか。やっぱりね、浮気をしているってことをやってると奥さんの前に行った時にバレてんじゃねえかなみたいな感じで、ちょっとね、引き目を感じるんですよね。今私はもう何年かな、もう10年ぐらい浮気してないですね。すごいことですよ、これは。もうなんかね、すごくきらびやか、素晴らしいよ、なんかこんな男になれたんだなと思って、ちょっと嬉しいですね。何を言ってるんでしょうね。あ、ちなみにね、メルマガなんですけども、2万人の読者を抱えた時に、私ね、これは2015年の8月12日にメルマガ開設したんですけども、最初の一人の登録は私自身でした。そして自分の送ったメルマガがどういう風に見えるのかってことを見て感動した覚えがありますよね。で、誤字脱字とか構成っていうのの大切さっていうのをそこで知りまして、で、どこで行を変えたらいいのかとかね、何画面分で書いたらいいのかってことを自分一人のメールマガでアウトプットして、自らのインプットの中で、まあ、感じていったってことですね。それから丸1年経って読者は2万人になったと。最初の3ヶ月で4000人ぐらいになりましたね、だからね、私なりにすごくよくやったなと思いましたけどもね、はい。でですね、それとは他に私は一人にしか送ってないメールマガってのも運営してるんですよ。未だにやってますね、それはね。読者さん一人、この人だけにってやつです。超ペルソナでしょ。で、送られた方は自分一人じゃなくて、全員何人かにね、何十人か何百人かに送ってると思って受け取ってるんですよ。でも送られるたびに自分のことを言われてるような感じがするんで、いやー、このメルマガ書いてる人すごい人だなっていうふうに感じていただいてるんではないかなと思います、で、結局そういうところに最も高額なものって売れるんですよ、ね、すごいでしょ。いや、私すごいと思うんですよ。だって一人しか受け取ってないメルマガなんで、これですよって紹介することができないんで、それは残念ですけども、でも 100% ペルソナなんでね、それ売れますよね。で、その方を1年ごとに入れ替えながら今やってます。2015年にこれ始めたんで、今ね6人目なんですよ。今年もう6月ぐらいに切り替わるんで、まあ、もうすぐセールスが始まって、もうすぐセールスが終わるみたいな感じですよね。3月ぐらいに徐々に今度はメルマガの内容がローンチに切り替わっていって、そして5月ぐらいにセールスをして終わりになります。今のところ売れなかったことが1回もないですね、これはね、究極のペルソナで書いてますね。しっかりとその人の悩みとか人生観に寄り添って、で、共感に次ぐ共感を1年間送り続けて、そして時には叱咤激励して、時には私の本音を見せてですね、心と心がつながって、最後にドカンとセールス、ね、そのセールスのタイミング、これもなかなかいいと、1年間かけていろいろ稼がしてきたもの、その金額も私は手に取るには分かるというね、いやらしいですね。まあ、でもね、ビジネスを一人に対して徹底的にやるっていうのは、ここまでやるっていうのはもう本当にストーカーかね、なんかね、スパイみたいなね感じですよね。私も CIA に入ろうかなと思ってますけども、まあ CIA どころかね、なんですかね、なんでもないや、もう以上でございます。 CIA どころじゃないですね。いってらっしゃい。